ミケル・ビゴ・ファウスベルは、デンマークの東洋学者、インド学者、ヨーロッパの初期のパーリ語研究者として知られる。ファウスベルは、レムビーのホーベ教区に生まれ、コッペンハーゲン大学で、ニールスルズビベスタ号に、東洋諸言語を学んだ。学生時代の1843年に、サンスクリット当時論の論文で大学の金メダルを受賞した。ラスムス・ラスクによって、 コペンハーゲン大学にもたらされた大量のパーリ語写本をファウスベルは研究し、まず1855年にホック業の肯定本を出版した。その後、ロンドンを訪れて写本を研究した。帰国後、1861年からコペンハーゲン大学の副司書になった。1878年にベスタ号が没すると、その後任として、 同大学のインド文献学とサンスクリットの教授に就任した。1902年に退官した。ファウスベルが肯定本を出版した書物には、ジャータカやスタニパータがある。ジャータカに関しては1861年から部分的に肯定本を出版しており、ライフワークになった。パーリ語以外では、マハーバーラタに関する著書がある。ありがとうございます。